カモエナイ村中心部周辺の空中写真。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。カモエナイ村は、北海道尻部市総合振興局管内、フルー群にある村。漁業を中心に、明治から発展してきた。村名の由来は、アイヌ語の,のカムイナイ。 2018年9月6日まで震度1以上の地震を2005年の観測開始以来一度も観測されたことがない日本で唯一の自治体であった。シャコタン半島の西側に位置する。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。日本海に面しているため冬の冷え込みは北海道内では最も弱く暖かい地域の一つである。かつては 三内地区に無周廃特定局の三内郵便局が存在したが1998年に廃局となった。2012年12月に人口が1000人を割り込んだ。北海道内では1000人以下の自治体は、おといねっぷ村に次いで2カ所目となった。かつては、赤石小学校、三内小中学校、川城小中学校、安内小学校もあったが、いずれも平行になっている。 村内に鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 北海道函館本線の小沢駅である。市街局番は0135、なお、同じ0135である。4 1 m 地域へは市街局番からかける必要がある。市内局番は、鴨江内中心部、赤石村で66、76、三内村で77。携帯電話は三内村の一部で、 全く通じない機種がある。2007年6月18日、フレッツ a DSL 開通により、ブロードバンドが利用可能になる。かつては、かごえない温泉リフレッシュプラザ温泉998があったが、機材故障のため2020年春に閉館した。ありがとうございます。